道内では海で遊泳中の事故が相次ぎ、道南のせたな町では行方不明になっていた男性が今朝発見されましたが、死亡が確認されました。せたな町北檜山区の太呂海水浴場で昨日午後6時半ごろ、友人と2人で泳いでいた20代の男性が溺れ、行方が分からなくなりました。消防や海上保安庁などが捜索にあたり、今日午前7時ごろ、ダイバーが海底で男性を発見し救助しましたが、その場で死亡が確認されました。一方、小樽市銭箱2丁目近くの海岸では昨日正午過ぎ、海で泳いでいたベトナム国籍の27歳の男性の姿が見えなくなりました。今日も午前7時から男性の捜索を再開していますが、まだ見つかっていません。現場の海岸は海水浴場ではない場所で、昨日の波の高さは 0.5 メートルほどだったということです。